船山康恵は、日本の政治家、農林官僚、参議院会派、立憲、国民、新緑風会、社民所属の参議院議員、国民民主党参議院国会対策委員長、農林水産大臣政務官、民主党副幹事長、緑の風共同代表、同政調会長などを歴任した、2009年11月4日、アルゼンチン外務大臣首席補佐官、 アルバート・ダ・ロットと会談する長山埼玉県、越谷市生まれ、旧姓は別府。1985年3月、埼玉県立浦和第一女子高等学校卒業。1年浪人した後、北海道大学に入学。学生時代は、勉学より、合気道に打ち込んだという。1990年3月、同大学農学部農業経済学科卒業。同年4月、 農林水産省に入省。2000年3月、農林水産省を退官。同年4月、大学受験予備校で知り合って、以来交流の続いていた友人と結婚。夫の実家である、山形県省国庁に転居し、小国ガスエネルギー株式会社専務に就任する。2004年1月、連合山形、民主党、社民党は、同年7月の第20回参議院議員通常。 選挙に向けて政治センターを立ち上げ、前年の総選挙、山形3区で落選した元衆議院議員の斎藤、厚氏を統一候補として擁立しようとした。しかし斎藤は不出馬を表明し、民主党は候補を探し出せない状態が続いた。しびれを切らした社民党は木村正宏を擁立。民主党衆議院議員の篠原隆氏は、 農林水産省時代の部下であった長者に声をかけ、民主党県連は2004年4月19日に常任幹事会を開き、長者の擁立を決定した。同年7月の参院選で24万3672票を獲得したが、自由民主党の岸光一に敗れ落選した。2007年、第21回参議院議員通常選挙に再び、 山形県選挙区から民主党公認で出馬37万1071票を獲得し、初当選した2009年、鳩山幸男内閣で農林水産大臣政務官に任命され、官内閣まで務める2010年10月21日には、艦隊兵をパートナーシップ協定に反対する TPP に関する緊急勉強会の発起人の一人として会合に参加した。 二千十一年民主党代表選挙の際には、かのみ彦の推薦人の一人となった。二千九年十一月十七日、皇太子なるひとしん臨席の下で有料に泣いて、表彰、発表事業表彰式に出席し、賞状を授与される。長者二千十二年七月十七日、民主党に、離党届を提出。同日、同様に民主党を離党した、谷岡育子、行田国子及び、 国民新党を離党した、亀井明子、長山の4人で、原発ゼロ社会、反 TPP、本当の意味での一体改革、国会改革を掲げる、新会派、緑の風を結成した、2012年11月15日、民主党を離党した、衆議院議員、山崎誠の入会により、緑の風は、政治資金規制法上の政党になったため、 緑の風共同代表に就任した。2013年1月28日、共同代表制の廃止により、緑の風政調会長に就任。同年7月、第23回参議院議員通常選挙に再選を目指して、山形県選挙区から出馬。25万2040票を獲得したが、自民党新人の大沼瑞穂に2万票余りの差で、敗れ落選した。落選後、 山形県省国庁で JAF 人部として地域農業の現場から活動を再開。2014年に一般社団法人をいたマジ休憩機構の設立に関わり常務理事を務めている。2015年12月12日、第24回参議院議員通常選挙に無所属で出馬することを表明。当初は野党統一候補として民主党、日本共産党、 社会民主党の推薦を得る予定だったが、共産党が全面に出ることを避けたい。民主党、社民党、連合山形との調整がつかず、共産党が推薦を断念した。工事直前の2016年6月19日には、西谷治やセルズメンバーで構成された安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める。市民連合との間で平和安全法制の廃止などを掲げる。 政策協定を締結した。7月10日の党会票で自民党候補を破り3年ぶりに帰り咲きを果たし、2期目の当選、当選後無所属のまま会派、民進党、新緑風会に入会し、国会対策委員長大臣と予算委員会辞席理事に就任した。一方で、翌年2017年に行われた第48回衆議院議員総選挙で全選挙区の野党候補が、 比例復活もできず落選したため、長山は、衆議院、参議院合わせて、唯一の山形県選出の野党議員になった。2018年5月7日、国民民主党決闘に伴い所属会派も、国民民主党、新緑風会に解消。長山は党籍を持たない無所属議員ながら同会派の、参議院国対委員長に就任した。2010年5月14日、 岡山県赤岩市の意見交換会に出席する、庁舎2008年2月20日、農林水産委員会で、米国産牛肉について質疑。日本では、使用が禁止されている肉骨粉が、アメリカ合衆国では、牛肉以外には使用されている点を指摘し、アメリカに査察官を派遣して、飼料規制を強化するべきと主張した。2008年3月27日、 農林水産委員会で食育と食の安全について質疑、学校教育を通じての取り組みを重視し、食育により農業への理解を深めることを主張した。また、中国製冷凍餃子中毒事件を引き合いに、中国産の食材を学校給食に使用している点を批判し、地産地消推進のために助成を行うべきと述べた。2010年3月19日、 農林水産委員会で農家の後継者不足、所得減少について答弁。所得減少の要因として、消費の多様化による需要の変化に生産が追いついていない点や、農産物価格の低迷と資材価格の上昇による手取りの減少を挙げ、対策として、個別所得保障制度の本格的な導入や6次産業の推進を主張した。2010年5月11日、 総務委員会で宮崎県で発生した皇帝域問題について答弁。野党から10年前の皇帝域発生時よりも対応が遅いという声が出ているというと山祭の質疑に対し遅いということは決してないと思っておりますと答え、皇帝域防疫指針に基づき迅速に対応していると述べた2012年3月28日、環境委員会で 原子力発電所再稼働について質疑。多い発電所の再稼働には、地元の理解が必要であり、理解が得られない場合は、再稼働を中止することも必要と主張した。また、電力が足りない。だから、原発を動かすというのは、これは全く違うと思うと述べ、東京電力福島原子力発電所における事故、調査、検証委員会の調査結果が出ていない点や、 原子力規制庁の設置がされていない状態での再稼働議論を疑問視した。2008年4月18日、決算委員会で思いやり予算について質疑、アメリカ軍が駐留するドイツ、韓国などの他国と比較して、日本が負担する金額が膨大であると批判し、ローム費、高熱水費、住宅整備費などの見直しを求めた。2010年4月1日、資金管理団体、 船山安江を支援する会が2008年1月10日に長者の政作秘書から58万円の寄付を受けていたことが発覚した。政作秘書は篠原隆の事務所出身の前任秘書から事実上寄付を要求されていたとされ秘書に寄付を要求することを禁止する国会議員秘書給与法に違反する可能性が指摘されている。製作秘書は 事務所を辞める際に58万円を返還されたが、政治資金収支報告書には記載されていなかった。疑惑について、長者は、寄付という認識はなくお願いしたこともないと答え、政治資金収支報告書に記載がないことについては、一時期預かって、すぐ返したので特に寄付として書くものでもないと述べている。ありがとうございます。